皆さんこんばんは、開封大好き吉弘です。今日もですね、この空前絶後の新商品ダブルマスターズ2022の情報を語り尽くしていこうと思います。はい、というわけで、前回2011年のカードまで語った後に残りのカード多すぎるだろうっていうので、その前後編に分けますっていう後編が今始まったんですけど、今回のね、危惧するポイントで言うと、2009年から2007年のカードって俺ほとんど知らないのよね。そう、その当時ね、エアプでもマジックを追ってなかったから、だからそのスタンダードシーンでどういう活躍があったよみたいなのはうまいこと喋れないと思うんですけど、動画のね、その撮影が始まった以上は最後まで喋っていくので、よければ最後までご視聴よろしくお願いします。というわけで、まずは2010年のカードから紹介していこう。で、2010年は結構マジックのね、そのカードパワーインフレみたいなのが一旦その最上位まで達したタイミングで、で、それを象徴するようなカードとして、エルドラージですね。そう、エルドラージっていうその無色のバカデカ生命体で、その唱えるのが難しいんだけど、唱えさえすればでっかいおまけがあったりだとか、除去耐性持ってたりだとか、で、極めつきはその滅殺っていう、アタックさえすれば相手のカードが吹き飛ぶっていうね、とんでもない能力を持った生き物たちで、で、その中の、その最強クリーチャー、エムラクールが、今回も再録されましたと。エムラクール再録何回目なんだろうな。モダマス2015で、アルマスぐらいか。にしてもさ、こんなでかい生命体さ、大体デッキに1枚出しとかなんで、こんなたくさん再録していらんのだけど、変わらずマーク・テディンさんのイラストに、最近のね、この伝説のクリーチャーの枠を乗っけて、再録されましたと。15マナ15、15で打ち消されないと。で、それに加えて、唱えただけで、追加の1ターンが行えると。で、飛行を持ってて、プロテクション有色の呪文っていうので、色を持ってる呪文から無敵で、で、滅殺6っていう、エルドラで最強の滅殺数を持ってますね。で、アタックさえすれば、6個パーマネントが吹き飛ぶと。で、こいつが墓地に落ちた時に、ライブラリに加えて切り直すっていうので、その、墓地から復活できないのに加えて、墓地を修復するっていうね、LO 対策にもなってるので、結構ね、ここがいい味出してて、そのサイドカードとして1枚だけ入ってるみたいなことはよくありますね。で、ただ強いね。本当に言わずもがなの、ただ強生命体で、15マナをね、揃えてキャストするっていうのはめちゃんこ難しいんだけど、その手札からはね、踏み倒して出せるから、そのショーテルとかで、ポンと出して、除去されなかったら、次のターンパンチして終わりだとか、あと、特定のプリンズオーカーの奥義から、放ったりみたいなので、15マナね、まともにキャストするっていうのは、モダンぐらいまでいってもないんで、大体は踏み倒して使うか、あとはそのライブラリーアウト対策カードとして、デッキの中に入れておくかみたいな使い方にはなるかな。で、今回ね、このエムラクールがね、ありがたいことにそのボーダーレスバージョンになったんだけど、もうエリンギにしか見えないのよね。ただね、エムラクールって、この初期のね、マーク・テディンさんのイラスト以降は全部ね、エリンギなんだよね。最初のこのイラストだけ、このなんつうんだろうな、この頭頂部っていうのか、そのクラゲのさ、この頭の部分みたいなのが、なんつうんだろうな、その隕石みたいな感じのでさ、ゴツゴツしてるからさ、なんかかっこいいんだけど、どっかのタイミングからさ、なんかこのおかっぱ頭みたいなのに統一されちゃったのよね。で、大体ね、ほとんどね、エムラクールのイラストはもう全部そのおかっぱ頭になっちゃってるから、こっちの方がね、へんてこなイラストなんだよな、今考えると。というわけで、そのね、最初期のイラストこそ至高だっていうので、崇拝したいところではあるけど、このゴツゴツしたね、エムラクールの頭って多分これ以降ないからね。だからエムラの頭って言ったら、このエリンギがもう基本なんだろうね。ただこれちょっと可愛いけどね、俺好きだしね。で、さらにこのエリンギエムラクールは、ケブワーカーさんがね、イラスト担当してるので、そことかもいいよね。そのマーク・テディンさんから、そのケブワーカーさんに、受け継がれていったみたいな。別にマーク・テディンさん死んでもなんでもないんだけど。それはね、ちょっと感動のポイントだと思うから。そうね。やっぱりね、頭ゴツゴツしてるっていうか、その、均一じゃない方が俺はかっこいいと思うけど、ただもうエムラクールはね、やっぱりもう頭、そのマッシュルームカットっていうのがもう様になっちゃってるから、多分こういう形で見ることはないんだろうな。で、次のカード。で、次のカードも、エルドラージのカードで、こちらですね。無限に巡るもの、ウラモグさんでございます。ウラモグさんね、11マナ10-10で、で、唱えた時にパーマネント1個破壊っていうので、おまけとしてはね、結構しょぼいんだよね。エムラクールがさ、追加1ターンとか、あとコリレックが4ドローとかの中で、パーマネント1個破壊っていうのはね、あまりにも小さすぎるんだけど、これ当時神ジェイスがさ、強かった時に、その神ジェイスを破壊する術としては優秀だったわけよ。その神ジェイスがその奥義手前まで行ってカウンターとか構えてる状態でも、その唱えた時誘発なんで止めらんないのよね、普通のデッキは。だからそれでコントロールデッキのそのフィニッシャーっていうか、その神ジェイスを止める手段としては強かったらしいと。ただね、それ以降っていうか、今現在10マナ10-10の
あれ戦乱の前時があの裏モグが2個パーマネント追放持ってるんで、もう能力で言ったら完全上位互換なんだよな。まあ、ただその滅殺4はないけど、その11マナと10マナってね結構でかいんだよね、ラインとして。モダンでトロンがその10マナ行くのって最速4ターンで行けんのよ。そうウルザの塔を、まあ、魔力炉鉱山で4ターン目に行くんで、だから10マナはね一応その上振れした時に4ターン目に着陸するっていうのがあるんだけど、11マナはねどうやってもその4ターン目に行かないから、だからそういうのもあってこの裏モグはねほとんどね使い道がないんじゃないかな。まあその逃走者とかだとね、まあ、結構優秀なフィニッシャーとしてなんか君臨してるらしいけど、うん、やっぱりあのパッと見た時にその10マナ裏モグが優秀すぎてなんでこんなの使わなきゃいけないのっていうね疑問が飛び交うけど、まあ、それでもある程度需要あるからね、なんだかんだでまあまあ値段してるカードだったんで、まあ、新アレアとしてはね、まあ、そこそこ受け入れてもいいかなっていうあのラインのカードでありますね。まあ、というわけで今回も、まあエムラクール、コジレック、裏モグっていうね、まあ、3種類がね、再録されましたね。こいつらもう1匹いたら必ず3匹セットなんだな。っていうかね、エムラクールも裏モグもそのなんだろう、新進枠になってからのやつの欲しいわけなのよ。でそれが1回も再録されてないからね。で次のカードの紹介で、次のカードもエルドラージ覚醒からの収録で、まあ、家畜化でございます。で家畜化ね結構これイラストツッコミどころ多くて、そのゼンディガーのマーホークがゴブリンをコントロールしてるって、そのゼンディガーの何気ない一日みたいなのを描いたカードなんだけど、あのバリバリこれ世界崩壊の危機の中行われてることなのよね。お前らこんなことやってる場合じゃないぞっていうので、割とこの家畜化ってさ、なんかそのゼンディガーだったりワールドウェイクだったり、なんかその平和の時にあの行われたカードなのかなと思ったら、そのエルドラージ覚醒っていうのでね、それ割とねみんな忘れがちだよね。でこのカード自体はね割と強いのよ。てかアンコモンのカードなんだけど、全然レア級のカードで、まあ、4マナのオーラで、まあ、貼られてるクリーチャーのコントロールダッシュって、まあ、コンマジ系カードなのよ。まあ、その代わり、まあ、そいつのパワーが4以上になったら剥がれちゃうっていうので、まあ、でかいやつはコントロールできないんだけど、ただ4マナでね相手のクリーチャーをどかして俺のものにするっていう動きはね相当強いので、だからあの基本セット2014ではまあレアで収録されてたし、まあ、スタンダードでも活躍したんで、結構このカードはねなんかあのそうだ、時を経たスタンダードで突然レアになって出てきて、で大活躍したっていう一瞬もあったね。でまあこの時はねやっぱアンコモンだから、まあ、リミテッドのカードで言ったら相当強いんじゃないかな。ただパワー4以上だったら剥がれちゃうっていうので、ゼンディガーの生物結構でかいから、やっぱそこに収録されてるとあんま強くなかったのかな。ちょっとその当時は知らないけど、まあ家畜化でございました。で次のカードで、次のカードコジレックの神門と、でコジレックの神門もエルドラジ覚醒だっけ、ワールドウェイクだっけ、まあ、どっちか分からんけど、まあ、1マナの有名ハンデスカードで、まあ、対戦相手の手札から3マナ以下のカード何でも抜けるっていうので、思考囲いとよく比べられるね。そのあの黒最強のハンデスカード、思考囲いと違って、まあ、2点ライフ失わないんだけど、そのマナコスト3以下しか選べないから、だから弱いポイントもあるんだけどね、2点失わないのはねかなりでかいんだよね。でその下のフォーマットに行けば行くほどその3マナ以下のカードばっかりになるから、コジレックの審問でなんかあの抜くカードなかったっていう展開はねほぼ聞いたことないっていうか、まあ、そんなことあったらさ多分勝ちだろ、1枚も抜くもんないっていう展開があったら、だからねこれはね相当強いね。まあ、その思考囲いとどっちが強いかっていうので、まあ、一時期はねそのモダンのバーンとかが強かった時はもうその思考囲いオワコンだろ、コジレックの審問が世界で一番だみたいなタイミングもあったけど、まあ、最近だとどうだろうな。まあ、コジレックの審問がそのできないこととしてはそのパイオニアで使えないっていうのがあるから、まあ、そこはあの思考囲いに軍配が上がるけど、やっぱり2点ペイは痛いからね、俺コジレックの審問の方が好きかなと思いますね。で、まあ、3マネ以外抜きたいもんいっぱいあるからね。でこれ抜けなくて困る典型で言うと、あの神ジェイスとかあの謎めいた命令を抜けないっていうので、その謎めいた命令見ながら抜けないのはねかなりその後の展開きついので、まあ、そういうのはモダンでよくありましたね。で次のカードで、次のカードは、ミラディンの傷跡からの収録で、まあ、絵師のウーズでございます。まあ、絵師のウーズは結構コンボ系カードで、その4マナ4、3なんだけど、あの墓地にある全てのクリーチャーの起動能力を持てるから、だからあの、まあ、有名グリセルブランドを墓地に置いておくと、まあ、その4ターン目からグリセルの起動能力が使えるっていう、まあ、そういうのがあるかな。だからマナコストがかからない系 の、 そのライフペイでできるような起動能力は、もう絵師のウーズ出た瞬間にできるから、そこが強いポイントかな。まあ、エシノウーズグリセルブランドっていうのがまあ当時すごい有名で、でその後現代に至ってどういう使われ方してるかはあんま知らないけど、まあでもこの能力はさ、まあ、悪さできるあれしかないよね。なんかおにぎりシュートとかでも使えるだろうから、まあエシノウーズよかったら調べてみてください。まあ逃走者だったらあの絶対1枚持っておいたらね、あのいいっていうカードなんで、やっぱ逃走者マスターズって呼ばれるだけのことはあるよね。
で次2009年のカードで、2009年はこのアラアラとかなんだよな。で今回ね、アラアラの断片コンフラックス最短でね、ちゃんと順番覚えたわ。あの最短と断片どっちが先だっけっていうので、その当時やってない俺からしてみたらね、マジでそこわかんないポイントだったんだけど、断片コンフラックス最短なんだよ。だから断コンサイで覚えるとみんなも覚えられると思う。というわけで2009年はコンフラックスとその最短の年で、でまずはそのコンフラックスからまあ有名除去カード流刑の道が再録されました。まあ、流刑の道ことパストゥエグザイルはまあモダンでめちゃめちゃ強い状況で、レガシーはねギリギリいかないんだよね。そう、1万のインスタントでクリーチャーを何でも追放できるんだけど、まあ基本土地が1枚出ちゃうっていうので、結構相手にでかいテンポを与えかねないんだけど、その終盤とかさ、その土地1枚とかどうでもいいから、だから終盤はねすごいあの強いあの状況になるね。これプラス他のアクションとかもできるので、流刑の道は結構いいカードで、流刑の道もね、なぜかこのフライデープロモバージョンなんだよな。なんか今回さ、再録のカードそのフライデープロモのバージョン多いから、なんかそことかなんか斬新なポイントかな。あとまあ流刑の強いポイントで言うと、まあその白のクリーチャーでそのデッキからサーチできなくさせるみたいな能力のやつがちょいちょいいるんで、でそういうのと一緒に使うと、あのまあ1マナで葬られるは土地は持ってこれないわで、もう踏んだり蹴ったりになるんで、まあそういうのもね主な使われ方としてありますね。で次のカードで、次のカードは厳然たるスフィンクスと、わかんねえけど多分コンフラックスじゃなさそうだな。最短の方だろうな。おそらくあらあら最短からの収録で、エスパーカラー7マナ55飛行で戦場出た時にプレイヤー1人のライフが10になると。ああなるほどね。まあ自分のライフが1桁台だったら、まあ、増やせるし、まあ、相手のライフがめっちゃ多かったらまあ10っていうので、まあ、減らすこともできると。でまあ、それに加えて回避能力もあるんで、まあ、2回小突いたら倒すっていうこともできると、まあ、かなり地味なカードだね。まあ、無限ライフとか突入したプレイヤーのライフをまあ10に戻してやることができるから、まあ、逃走した戦とかで1枚刺しておくと、まあ、無限ライフになったやつをまあ10にしてやるっていうことができる厳然たるスフィンクスさんでした。で次のカード、アラアラのことで、アラアラの子はね、これね、アラアラってついてるけど確かコンフラックスなんだよね。合ってるかな。まあ、5色5マナ66トランプルで、死んだ時に土地以外のパーマネント全破壊っていう、土地も生かしてほしいよね。なんかこんだけマナ払ってんだから、どうだろうな。まあ、ただあのただ強くなさそうという感想しかなくて、多分強くないんだろうけど、なんか2001年宇宙の旅みたいなので、多分これ書いた人はね、なんかそういうのを意識してる気はするかな。まあね、トランプルあるのが変なポイントだよな。5色全部使ってるのに、その緑特有の能力しか持ってないのはね、結構違和感感じるので、なんかもう1個ぐらい能力持ってたらいいなと思ったアラアラの子でした。で次のカードで、次のカードは栄光鱗のピーヤシーノと、これもなんだろう、最短かな、コンフラックスじゃなさそう。まあ、ナヤカラー4マナ33で、多色呪文唱えるたびにプラ3プラ3修正と、強えな。多色呪文唱えるだけでそんな修正いくの。普通にさ、次のターンクリーチャー展開して、そいつが多色だったらさ、もう6点いくわけじゃん。で、なんかその多色系のパンプ呪文とかと合わせたらさ、もうワンパンチで十何点とかいきそうなんで、こいつが殴ってきたときはね、結構あの、覚悟しなきゃいけないカード、ビーヤシーノさんでした。タフネスも上がるのがいいね。これパワーだけとかだったらさ、まあなんか殴ってきたビーヤシーノにとりあえずまあブロックいくかっていう選択肢があるけど、タフ上がるからね、なんかその、本体が死なないためにクリーチャー差し出さなきゃいけないみたいなことは多そう。で次のカードで、次のカードあれ、ムルデアの巫女、あれ前提があって2009年なのかな。あちゃんとあの年代順に並べられてるか知らないけど、まあ、ムルデアの巫女さんが、再録されましたと。まあ、ムルデアの巫女はね、現在前提があのトップレアとかまではいかないけど、まあ、かなり当たりの部類のカードで、まあ、4マナ22であの追加で土地が1個プレイできるのと、ライブラリーの上のカードが土地だったらプレイできるっていう、あのなんかクルフィックスの狩猟者のサイズが悪くなってマナも重くなったけど、あの追加プレイができる後稼げるバージョンでございます。まあ、出た瞬間から追加土地プレイがあるから、そうね、まあ、この瞬間ライブラリートップが土地だったらアドバンテージ稼げるし、で、まあ、ゼンディ側のそのギミックであるさ、まあ、フェッチランドとか使ったら、まあ、トップがさ土地じゃなくても、まあ、シャッフルすることによって土地になるかもしれないので、ムルダヤの巫女はかなり強いね。うん、まあ、1マナ重くてサイズ悪くなってるだけあって、クルフィックスの狩猟者よりも強いところは目立つカードで、2009年のカードは以上で、次2008年のカード、2008年どんなカードがあるかな。2008年はもうこのアラアラだとか、このシャドウムーアとかイーブンタイドとかがいっぱいあって、俺ね本当にこの辺何もわかんねえんだよな。まず1枚目こちら、まあ、おそらくアラアラの
断片からの収録で溶岩崩れでございます。まあ、ジャンドカラーの、X マナの操作リーでプレイヤーかプリンズウォーカーのうち1個に、待って、そのプレイヤーやプリンズウォーカーとそのプレイヤーやプリンズウォーカーのコントローラーがコントロールする各クリちゃんに X 点ダメージを与えると。あー、なるほどね。1個が重複すんのか。なんでこれターゲット取った後にさ、それ以外のところも選ぶんだと思ったけど。なるほど。だから、X 点火力の後に、その、もう一回 X 点が全体に行くから、だから、X イコール3とかだったら、本体3点と、本体含めた全体3点火力になるっていうことで OK? あ、結構やっぱ、まあ、眼が重いだけあって、豪快なカード、溶岩崩れでした。ただ、イラストがさ、なんかなんだろう、インターネット上で AI が勝手に作ったさ、オリジナルアートみたいなので、俺、これすごいなんか違和感感じるわ。これなんか本当に人が描いたものに思えなくて、なんか変だなって感じるカード、溶岩崩れでした。で、次のカード。で、次のカードはバントチャームと。なんでここに来て突然バントチャームが来たんだろうな。まあその5個さある3色の、魔除けの中で、まあ緑白青カラーの魔除けと。で、バントチャームどうだったっけ、なんか弱かった気すんな。アーティファクト破壊かクリーチャー1体をライブラリーのボトム除去かインスタント打ち消しっていう、まあ結構使いづらいな。まあ、バントカラーってのはね、強いカラーなんだけど、そうね、まあ、一応3モード選べるからっていうので、まあ、一個一個がすごい弱いチャーム、バントの魔除けでした。で、次のカード。で、次のカード、これね、わかんねえな、シスルダウンのしもべ。一応ね、アゾリウスカラーだから、多分シャドウムーアだと思うのよ。有効色はシャドウムーアで、対抗色がイーブンタイドだったと思うから、だからこのシスルダウンのしもべは、おそらくシャドウムーアからの修復で、4マネ13で瞬速持ってて、そうね、これこれ共通能力なんだよね。このシャボンムーアとイーブンタイドの、このハイブリッドレアはね、全部その、なんだっけ、修正系なんだよ。その、自分の色のロード能力持ってて、だからマルチのクリーチャーとかめちゃんこ修正受けんだよね。そう、だから白のクリーチャープライチと青のクリーチャープライチっていうのが重複するから、ただまあ自身は修正受けないので、まあ自身は4マナ瞬速13っていうめちゃ弱生物だけど、まあこれによってこの修正加わった戦場にいるクリーチャーが結構打点跳ね上がってブロックいったりすると強いから、まあそうやって使うのかな。まああんま当たりカードとは言えないカード、シスルダウンのしもべでした。なんかね、絶妙なさ、外れレアさ、このローウィンの世界から取ってくる傾向多くない？ダブルマスターズ。なんか前回のダブルマスターズもさ、外れレアって言ったら、そのローウィンからだよねみたいなので取ってこられた気がするから、ローウィンってそういう世界なのかな。で、次のカード。で、次のカードは岸見森のしもべと。まあ、さっきと同じで、まあ、その黒と緑のロード能力持ってて、アップキープごとに黒緑の虫トークが出てくると。まあ、これ強いな。こいつはその地震で地震のそのロード修正さ、フルに受けられるトークンを出し続けるから、まあ一旦でも帰ってきたらね、まあ、有名カード、そのバーダントフォースよりも結構強い一面があるんで。で、まあ4マナじゃん。まあマナクリ使ったら3ターン目に出てくるし、こいつはなかなか良さそうだけど、まああんまダブマスのパックから出てきてほしくないね。特にコレブ8800円からこいつが光ってお待たせみたいな感じの出てきたらちょっとね耐えられないので、他のやつにしてほしい1枚であるな。で、次のカード。で、次のカード、絶滅の王絶滅の王が来てしまった。絶滅の王はあれだよな、あらあらのその断片の最初から新ワリアだっけ？まあ、ウィザーズとネタ新ワリアと呼ばれてるカードで、まあ、アルティメットマスターズでも、結構ね、みんなのその、なんだろう、ボックスを塩にさせるカードとして、まあ、投入されてた1枚ですね。まあ、5マナで星々で、で、こいつのサイズは全ての墓地にあるカードの枚数に等しいと。うん、あ、これ、5色直ったね。なんか前さ、全ての墓地のクリーチャーの数に等しいみたいなので、めちゃんこ良かったけど、まあ、ちゃんとしたテキストになってるから、まあ、一応、でかい生物にはなると。ただそれだけなんだよな。トランプルとかあったら全然話違っただろうけど、まあ重々とかになりますよっていうだけの絶滅の。で、これ新ワレアなんだよ。ここ変わってないのきついね。アルマスから変わらず新ワレアだから、いや、これボーダーレスバージョンとかあったらマジで心臓止まっちゃうな。まあ絶滅の王でした。うん、変わらず当たってほしくはないカードだね。で、次のカード、塔のガーゴイルと。まあ、あらあらの断片からの収録で、まあエスパーから4万44飛行と。うん、ただ強いね。まあ、4ターン目に出てくる飛行4点クロックだから、うん、相手除去打たなかったら、まあ、迅速にライフ詰められちゃうんで、まあ、結構強くて、まあ、アンコモンらしいいいカードなんじゃないでしょうか。リミテッドで大活躍しそう。で、次のカード。で、次のカードは、アンアッキのしもべ。なんだっけ、シミックカラーだから、イーブンタイドかな、おそらくイーブンタイドかの収録で、
あのまあこの共通能力 の, その緑と青のロード能力に加えて、あなた以外の各プレイヤーのアンタップステップに緑と青のクリーチャーがアンタップされると。はあ、あ結構強いね。あのシードボーンミューズみたいな、まあ、全部じゃないか、全然それとは比較にならないけど、まあ、緑と青のクリーチャーがアンタップすることによって、その緑のマナクリとかがさ、マナ出るから、まあ、構える上でも強いし、そうね、まあ、こいつ戦場出して、そのエンドまで行って、次のアンタップステップに入ったら、クリーチャー起きるわけだから、結構こいつはこのサイクルの中で強い方なんじゃないだろうか。アンアッキのしもべでした。で、次のカード。で、次のカードは、イノシシキバのしもべと。ブルールカラーだから、まあ、おそらく、シャドームーはノーカードで、4マナ34トランプルで、まあ、赤ロードとミドロードだけど。そうだね、スタッツが優秀なだけあって、もうそれだけで終わってんだな。まあでも、そのグルールのさ、戦法的にさ、グルールそれ以上いらないだから、こいつ結構強いんじゃない？ちょっと当時わかんないけど、普通にだってこれ出てさ、戦場にいるクリーチャーのサイズ結構跳ね上がるから、まあそこで何点かさ、打点上げて叩き込んだら、まあ残り本体火力とかでも、片付けれるかもしれないので、こいつ強そうだと思うな。当時知らんけど。で、次のカード。で、次のカードは裏切り者の王セドリス。まあ、多分、あらあら断片からの収録で、神話レアと。神話レア。グリクシスから6マナ55で、墓地のクリーチャーが全部蘇生3を持つと。まあ、蘇生っていうのは、その蘇生マナ払うと、墓地から復活してくるんだけど、まあ、ターン終了時に死ぬっていう、まあ、1回だけ使える復活能力ですね。うん。まあ、だから、優秀な CIP 持ちだとか、あと、まあ、それこそさ、なんだろう。まあ、超バカでかい生物。まあ、エルドラージとかさ、まあ、その、まあ、デッキに戻らないタイプのエルドラージだったら、まあ、これで復活させて殴るだけでもね、美味しいので、まあ、裏切り者のセドリス、どうだろうね。まあ、当たって欲しくないの一言に尽きるカードだな。で、次のカード。で、次のカードはこちら、アッシェンムーアのしもべ。ラクドスカラーだから、シャドウムーアかな。ラクドスカラー4マナ41で、まあ、全体、黒修正、赤修正があった後に、こいつが、対戦でコントロールしてる呪文の対象になるたびに4点ライフ失わせると。まあ、誤報4点ライフみたいな感じか。ああ。まあ、これも戦法的には正しいね。その黒赤のビートダウンを組んで、まあ、こいつ状況ったらとりあえず4点飛ぶぞっていうので、まあ、出ただけで結構牽制になるから、まあ、ただタフ1しかないから、そのブロックで打ち取る上ではすげえ簡単なんで、なんかこいつが結局そのロード能力で全体修正与えるけど、殴りづらいよねみたいな展開はありそうだけど、まあ別に全体修正だけど結構優秀だからね。アッシンムーアのしもべなかなかいいカードなんじゃないでしょうか。で次のカードで、次のカードニガバナ。ニガバナはね、モーニングタイドやってるな。まあ、モーニングタイドの超有名レアカードで、まあ、本当にね、これ当時めちゃめちゃ有名なカードでしたね。まあ、トップレアで、まあ、2マナの部族エンチャントで、アップキープごとにその1点ライフ失いながら11フライヤーが出てくるのよ。っていうのでさ、まあ、11フライヤーって基本的にブロックされないから、だからまあ1ターン目1点じゃん。で、次のターン2匹になるから、まあその次からまあ2点で殴れて、で、次3点っていうので、どんどんそのクロックがさ、展開されていくのに加えて、そのフェアリーのロードとかも優秀なのいたから、まあそれと合わさるとかなりやばいカードなのよ。だからそのモダンが始まった時はさ、そのスタンダードの活躍を見て、まあ苦花なんか絶対モダンで使っちゃダメでしょっていうので禁止されてたんだけど、まあある段階で解禁されてからは、まあそんなやばくなくてね、まあちょくちょく見るかなぐらいのカードには収まってるカード、苦花でございます。で、次のカードの紹介で、次のカードはエレンドラ谷のしもべと、まあ、ディミーアカラーの、まあ、このハイブリッドレアのサイクルで、で、こいつもあれか、グルールと同じで、その全体修正しかないのか、まあ、一応飛行持ってるから、まあ、そこがおまけなのかもしれないけど、なんか能力だけだと寂しいね、このサイクル。まあ、4マナ23、うん、青黒のさ、なんだっけ、妖精の女王ウーナから出てくるトークンは、あれ青黒だっけ。まあ、だとしたらちょっと強いのかな。まあ、なんとも言えないね。この手のさ、このサイクルさ、全般的にさ、ちょっと大味すぎてさ、強いか弱いか分かんないな。そう、除去ミスったら、もうまともなダメージレース成立しないから、うん、なんか除去されるかされないかで、結構なんかピーキーすぎてよく分からんね。で、次のカード。で、次のカードは芽吹く鳥なくすと。これ、あらあら断片のカードか。まあ、ジャンドカラー33で、まあ、死んだ時に11が3匹出てくるっていう、まあ、分かりやすく強いね。まあ、先手とかだったらさ、まあ、パワーさんで殴りつつ、で、まあ、除去向いたら除去向いたで、まあ、すぐ死んじゃうかもしれないけど、一応分散したクロックが残るんで、まあ、ライフ詰めるデッキだったら、すごい強いね。で、この当時ね、ジャンドはね、結構ライフ詰める手段に長けてたから、
まあ、メブクトリナクス結構優秀アタッカーだったんじゃないでしょうか。で次のカードで、次のカード献身のドルイドと、まあ、そのシャドウムーアから、まあ、あのシャドウムーアの時にさ、こいつがあのこの令和に至るまでさ、こんな大活躍すると誰も思わなかったよな。こいつね、今現在その逃走者と、あとまあ一応モダンでもか、まあ、その2個でまあ大暴れしてるカードで、まあ、2マナ02のマナクリなんだけど、マイナ1カウンター乗っけるとアンタップできるのよ。まあ、だからそんな大量にはマナ出せないけど、まあ、その自身の命を使えば、え、何回できる？まあでも2回か。あの、死んじゃったらもうアンタップしてもマナ出ないから、まあ、要は、まあ、1回だけ1マナブーストできるのよ。うん。だからね、まあ、それ使って、まあ、その謙虚な使い方をすると、まあ、一応1マナ多く出せるよっていうマナクリなんだけど、ただね、このマイナ1カウンターをプラ1カウンター乗っけることによって、あの相殺させてもう何回でもこのアンタップタップ運動ができるみたいな、まあ、そういうので無限マナができるんですよね。っていうかさ、マイナ1カウンターとさプラ1カウンターが同居してるセットってこれ初めてじゃない？そう、マイナ1カウンターがあるセットはプラ1カウンターがないっていうのがそのマジックの常識だったと思うから、あれこれ意外とさ過去になくない？あんのかな、マスターズとかだったら。そう、今回アブザンでプラ1カウンターのギミックがあるから、これ献身のトリートさ、なんかリミテ史上最もその無限マナが簡単に出せるんじゃないのか。で、その無限マナを使って、まあ、エムラクールとかキャストしようみたいな、そういうセットなのかな。うん。まあ、その、なんだろう、最初期はね、古文のカードだったけど、もうこいつ結構新マリア級の強さなんで、うん、そうだね、最近マジックやった人、始めた人からすると、まあ、記憶に新しいと思うけど、その当時のプレイヤーとかでさ、最近のマジック知らない人からしたらさ、こいつそんな今活躍してんのっていう一枚ではあるよね。で、次のカード。で、次のカードはケデレクトのリヴァイアさん。ケデレクトのリヴァイアさん、これどうなってんの？8マナ55で戦場出た時に土地以外のパーマネント全バウンスと。で、蘇生があると。あ、なるほどね。あ、だからすごい押されてる盤面でも一旦そのフラットにできると。で、こいつが一回死んだのも、まあ、もう一回フラットにできる機会があるのに加えて、まあ、その蘇生の方が軽いのか。で、その蘇生の場合は速攻持ってるから、まあ、全部そのバウンスした後ワンパンでとどめさせるみたいな、そういうのもあるかもしれないので、まあ地味っちゃ地味だけど、まあレアらしいカードであるカード、ケテレクトのリヴァイアさんでした。で、次、セドラクシスの資料。これあのモダンマスターズ2017であったな。このグリクシスから3マナ32飛行で、こいつがダメージ与えるたんびに、まあ半ですと。まあだからその、まあカード何捨てるかは相手によるけど、まあ3マナ32飛行のスペクターは強いね。で、蘇生も2マナだから、で、この蘇生が強いね。うん。フライヤーだからさ、回避能力持ちながら、その2マナ3点火力プラスハンデス1枚要求なんで、これはかなり強いよな。その、高級的にさ、3マナ3に飛行、ハンデススペクターも強いのに、その蘇生で突然3点とハンデスっていうのは、かなりやりますね、なんで、ちょっとこれ使いたいですね。で、次のカード。で、これなしか。で、2008年のカードは以上で、で、次2007年のカード。で、2007年のカードはね、その時の螺旋か。まあ、時の螺旋からいろいろカードが収録されてまして、で、その時の螺旋行く前に、まずロービンからの収録で、ウーナのうろつくものと。ウーナのうろつくもの、レアのまんまなんだ。まあ、こいつね、2万31飛行で、まあ、2万31飛行なんかさ、まあ、許されるわけがないからデメリット能力持ってるんだけど、そのデメリット能力がカード1枚捨てると、まあ、こいつマイナ2、マイナ0修正なのよ。で、これどのプレイヤーでも起動できるっていうのがあるから、まあ、対戦相手が、まあ、ハンド1枚切ることによって、まあ、打点をその2点減らせるんだよね。うん。で、これはさ、なんだろう。結構ね、そのハンド1枚切ることによって2点回復できるんだったらっていうのは、相手に選択肢あるのはね、相当弱いと思うから、このフェアリーならず者の部族の部分が生きてないと、なんかあんま強いカードには思えないけど、まあ、レアのまんま収録されてますね。ウーナのうろつくものでした。で、次のカード。で、次のカードは収穫するものテネブ。収穫するものテネブは、これあれだよな、プレナーカオスのアブザンカラーの伝説のドラゴンで、6マナ66で、まあ、こいつがダメージ与えるたんびにマナ払ってもいいと。で、マナ払ったら墓地のクリーチャーを、まあ、1匹リアにできるっていうので、インベージョンの有効色、有効3色のそのドラゴンサイクルのその対となる対抗3色のドラゴンサイクルがいるのよね。で、別にどれもそんな活躍してないから、あんまそのマジックのさ、そのシンボリックなカードではないんだけど、まあこの度1匹来ましたと。で、1匹来たらさ、なんかもう2、3匹来そうだから、ちょっと来てほしくないカードではあるような。まあ収穫するものテネブでした。で、次のカード。で、次のカードは動物の学者ベンセールでございます。で、ベンセールはね、かなり強かったね。もう最近は見なかった、見なくなったけど、なんだろう。
そのモダンとかでもね、昔はちょいちょい見てて、まあ、4722の瞬速の生物なんだけど、その戦場出た時に呪文かパーマネントをバウンスできるのよ。うん、だからそのパーマネントしかも何でもいけるから、本当に困った置物をどかすこともできるし、でまあ呪文はさ、バウンスされたらさ、まあその解決こそされないけど、もう一回リキャストできるから、まあ時間稼ぎにしかならないんだけど、本当にすごいさ、やばいアクションが飛んできた時に、まあクロック出しながらそれを止めてくれるんで、まあかなり強いカードだったよね。まあ最近本当にあの見ることなくなったけど、やっぱ昔のね、その黎明期のモダンのそのシビアな対戦の中では、こいつの2点クロックに加えて、まあ、何でもあの対処できるっていうのはね、すごい強みだったんで、なんか俺はね、すごい好きなカードなんだけど、まあ、最近全く見ることないね。で、あとストーリー上でももう死んでんのかな。ミラディンの傷跡でさ、このなんかマスク外してさ、マスク外したらイケメンだったっていうその黄金パターンあるじゃん。その黄金パターンをやってのけた後、出てこねえっていう、まあ、ベンセールさんでございます。で、次のカード。で、次のカード、滅びでございます。滅びいいね。滅びはめちゃめちゃ嬉しいね。まあ、有名カード、神の怒りがただ黒になったっていう、まあ、すごいあの、簡単なさ、変化を遂げたカードなんだけど、で、神の怒りっていうのはさ、その白の特権だったから、それが黒に移るっていうのはね、少なからず強いところが目立つから、まあ、単純なさ、その白ができたことが黒になりましたっていうだけのカードなんだけどね、やっぱそこが強いよね。うん、まあ、ただ黒はもともと全除去をすることができるカラーだったから、まあ、他で代用はできるんだけど、やっぱり4マナで、まあ、確定リセットっていう動きはね、結構そのあるとね、選択肢広がるんで、まあ、未だにそのモダンのジャンルのサイドとかでちょいちょい見るかな。で、滅びさ、この真ん中の黒がさ、ちょっとずれてんのよ。右に寄ってんのよ。俺これ気持ち悪くてしょうがないんだけど。なんかあの、この黒丸さ、マジで真ん中に配置してほしいのに少し右に寄ってるのなんとかなりませんかね。まあというわけで、あの有名カードすべそれでございました。で、次のカード。で、次のカードは影武者と。で、影武者もね、さっきのプレナーカオスの収録のカードで、まあ5マナ00のクローンなんだけど、まあ墓地のクリーチャーのコピーとして出るんだよね。なんかその戦場のクローンじゃなくて墓地コピーなんで、なんだろうな、なんかあのそのテクニカルになった分、使いにくさが基本的に目立つカードではあるかな。うん、ただ墓地のクリーチャー何でもいけるから、まあ、対戦相手の墓地とかも選べるので、まあ、そのリアニデッキで使ってもいいし、なんかサイドプランとしても入れてもいいしっていうカードを影武者でございました。これ使い道よくわからんな。その墓地のカードのさ、コピーになるだけだったらさ、それに釣ってきた方が早いから、なんかこの選択肢があるのはなんか役に立つとこなのかな。で、次のカードで以上か。で、2007年のカードは以上で、次2006年のカード多いな、マジで。本当に今回ね、ダブマスね、あの、カード1枚1枚がさ、そう、喋りどころ多すぎて、本当に困るよ。で、まぁ、2006年のカード、まず1枚目はこちら。結界師ズアーでございます。で、結界師ズアーはね、その、コールドスナップの収録のレアのカードで、で、コールドスナップってね、すごい変なセットなのよ。その、7年かな ?7 年のアライアンス、の、その次のセットとして設計されてたんだけど、なぜか発売がね、2006年になったのよね。そう、だから、普通マジックってその1年でその3ブロック、1ブロックにその3セット出して、そのブロック完結っていう形式を取るんだけど、コールドスナップだけはね、その1997年のそのアイスエイジ、アライアンス、2006年コールドスナップっていうので完結したっていうね、なんか謎のセットなんですよね。で、そんな謎のセットに収録されてた、まあ、このズアーさんなんですけど、まあ、かなりね、当時、てか一時期、ま、人気で出たカードで、まあ、エスパーカラーの飛行14で、アタックするたびに、ライブラリーから3マナ以下のエンチャが何でも飛んできてくれると。で、これね、テイロスの時にさ、その神様がさ、出てタスタとね、組み合わせて、モダンで使えないかっていうので、一時期ちょっと値段上がったんだけど、まあ、結果としては全然ダメでしたね。そうだな、今現在はなんだろう、まあ、逃走者とかで使えるのかな。まあ、ライブラリーから何でも3マナ以下だったら持ってこれるから、結構これはね、そのアドバンテージもそうだし、そのテンポの加速もえぐいので、まあ、強いカードであるね。で、あと、まあ、ジャッジ報酬のプロモイラスト版になってるんで、もともとのイラストはね、結構ヘンテコなイラストしてるから、まあ、あれと差別化が図れてるのはいいポイントなんじゃないでしょうか。で、次のカード。で、次のカードはアウグスティン4世大判事ですね。俺これ好きなんだよ。アウグスティン4世大判事っていう、ルパン三世大泥棒と同じで、そう、4世の後に役職がついてんだよね。大泥棒ルパン三世じゃなくて、ルパン三世大泥棒なんだよ、こいつ。まあ、4723のアドリウスの伝説のクリーチャーで、これね、スーパーヘイトカードなんだよね。白の呪文が1軽くなって、青の呪文が1軽くなって、対戦相手が唱える呪文は1重くなるっていう。もう逃走者とかで、まあ、着陸したら、なんかもう俺だけヘブン状態、相手だけもう飢餓状態みたいな。そういうクリーチャーの割にかなり軽いので、
結構ね、あの逃走者戦で強いカードとして、まあ、認識はしてるな。ただ対峙したことないんだよね、これを使ってるデッキと。なんか使われたら嫌だなっていうのはイメージでわかるけど、その使われたことがないのでどう強いかわかんないけど、まあ、アウグスティン4世大判事でした。なんかあの声に出して読みたいマジック用語ナンバーワンかもしれない。で次のカード、で次のカードは無慈悲なるものケアベクさんで、ケアベクはケアベクコールドスナップ違うか、時の戦か、時の戦のクリーチャーで7マナ54で、対戦相手が呪文唱えるたびにエニーターゲットにその唱えたマナコスト分のダメージを飛ばせるのよ。だからその終盤さ、でかいアクション取ろうもんだったらとんでもない火力がエニーターゲットに飛ぶので、まあ、7マナ54っていうさめちゃ重だからさ、まあ、その隙を晒して出すだけのリターンはあるけど、やっぱこのアクション取った後に何されるか分かったもんじゃないからね、ちょっとキャストするのは怖いカード、ケアベクさんでした。で次、で次これね、かなりありがたい最力で、あの折り橋の石でございます。折り橋の石はね、これ波及っていうさ、コールドスナップの能力なんだけど、俺このカードでしか見たことがないのよ、この波及っていうのは。まあ波及はそう、俺が唱える呪文は全部波及4を持って、で波及っていうのはどういう能力かっていうと、その呪文唱えた時にその波及の数分だけライブラリーめくって、でその中から同名カードが全部キャストされるっていうので、まあ、あの基本的にはさ、まあ、その当たらないだろうから全然そんなリターンはないカードなんだけど、あの逃走者のねネズミデッキ作ると、そのネズミってさ、まあ、特定のネズミカードはデッキにあの4枚以上入れられるから、それであのデッキ内にさ、まあ、同名カード大量に仕込んでおくと、まあ、1個キャストしただけで、まあ、それがわって出てくると。待って、それも波及持つだよな。そうだよね。待って、その4枚から出てきたやつも波及持つよな。あ、これやばいじゃん。あ、そういうことか。なんか俺ね、その知識だけは入ってたけど、あの、そういうことかっていうのは今分かったカード、折り橋の石でした。まあ、これも、再録初かな。多分、コールドスナップの収録にしかなかったと思うんで、まあ、これからネズミデッキを組みたいとかね、そういう方にはうってつけのカードでございます。で、次のカード。で、次2005年。で、2005年はね、結構、俺高校の時のマジック青春時代のカードがいろいろあるんで、それが出てくると嬉しいけど、まあ、2枚しか出てこなかったと。まず1枚目はね、ラブニカギルドの都からの収録で、まあ、不可視の一列でございます。まあ、不可視の一列は2万の操作利でライブラリー10枚切削するっていう、まあ、デッキ10枚削り。うん。で、デッキってさ、60枚あるから、10枚はね、絶妙に多そうでね、少ないんだよね。で、2マナ払って、その盤面にも干渉しなければ、ライフが増えるわけでもないっていう行動を取るっていうのは、まともに殴ってくるデッキからしてみればね、これすごい隙をね、与えちゃうから、まあ、デッキ破壊のカードとしては優秀なんだけど、やっぱりちょっと危険は付きまとうよね。で、昨今どんどんクリーチャーの質が上がってるからさ、この不可視の一列見た時の10枚削りってさ、なんも強くないなっていう風になっちゃったよね。やっぱ昔はね、クリーチャー質そんな良くなかったから、その不可視の一列打ったぐらいの隙で、晒される危険ってなかったから強かったけど、やっぱ今これスタンとかに来てもいや打てないだろっていう感じしかしない、まあ、不可視の一列さんでした。で次のカードで、次のカードは神側謀反、神側謀反が最後だっけ。神側もね、神側もあらあらと同じなんだよな。待って、神側物語、神側、やべえ、1個出てこねえや。9歳謀反か、無本が最後と思うから、まあ、多分神川無本からの、収録で神髄の針でございます。まあ、1マナの有名アーティファクトで、まあ、出るときにカード名1個指定して、で、その指定したカードの起動能力が使えないと。で、これね、神髄の針はね、当時その神川でね、トップレアだったんだよね。そう、対策カードなんだけど、あの、止めなきゃいけないね、危険起動能力が多すぎたんだよ。まず1個はその、梅沢の実手ですね。その梅沢の実手が、もうマジで止まらないカード、そのビートダウンとかをもうその抹殺するカードだったんで、もう神髄の針がなかったらゲームにならないっていうので、まあ、その今の価値観で言ったら絶対もう実手禁止になってるんだけどさ、もう当時その法律とか結構緩かったからだからね、そういうので実手は、ね、禁止にならずに、まあ、最後まで駆け抜けたんだけど、まあ、それは神髄の針があったからだよね。もうなかったらさすがに禁止になってたと思うから、まあだからこんなね対策カードなんだけど3000ぐらいしたんだよ当時。でそれを買いながらその実手に耐えるか、もうもしくはもう実手なんか関係ねえっていう、そのラスごと滅びガン積みの、まあラスごと滅びではないか、その当時滅びはないけど、まあラスごガン積みしたコントロールとかで戦うかみたいな二択だったんで、これはね割と思い入れあるかな。まあ今ではね本当にどこの量販店でもね100円程度で買えるカードになったから、これとかはやっぱ時代を感じるよね。何回こいつ再録されたんだろうな。で次のカードで、次は2004年からの収録で、2004年も
神川とかが、で神川やってないんだよな。でまず1枚目こちら、ケチな贈り物でございます。まあ、ケチな贈り物は神川物語のレアのカードで、でこれ結構コンボカードなんだよね。そう、あの有名なさ遊戯王 の苦渋の決断みたいなカードで、そうデッキからカード4個持ってきて、でその2個選ばして、で選んだやつが墓地に行って残りが手札に来るのよ。だからその選ばれたやつがその墓地に行くっていうあの性質を利用して、そのデッキから2枚しかカード持ってこないで、それが自動的に墓地に行くことでなんかあのコンボ始めるみたいな、そういう使い方がねできるカードなんだよね。でまあそれ以外にも4万払って普通にその生であの4枚カード選んで、そのうちの2枚が来るっていう使い方でも結構悪くないから、だからケチな贈り物は普通のドローとして使っても強いし、まあそのコンボとしても使ってもいいっていう、まあそういうカードでございます。なんかこのイラストマジでしっくりこないけど、ただこのイラストの方がなんかケチな贈り物っぽさはあるような。で次のカード、で次のカードも神川物語からの収録で、まあ、近畿の果樹園でございます。この近畿の果樹園さ、逃走者に収録されてたイラストなんだけど、全然なんかあの近畿の果樹園っぽくないよね。そう、あの好きな色一色出せるんだけど、その色出すたんびにいちいちのトークンが出てくるのよ。これはね、あの全色土地の中で多分もう最もでかいデメリットだね。だからその何の色でも出るんだけど、相手にそのクロックがいくっていうので、まあ、超ヤバ土地なんだけどこのねクロックが出るっていうことを利用して、そのヴィンテージでその最強デッキ、まあ、オースデッキがね組めたりするんですよね。まあ、今オースが強いかどうかわかんないけど、まあ、そのドルイドの誓い のクリーチャーがいるっていう条件を無理やりこれで達成させて、まあ、そのデッキからクリーチャーが飛んでくるってね、まあ、そういうあのコンボで使えるカード、まあ、キンキの果樹園で、あとまあ逃走者戦でも、あの逃走者戦ってさ同盟のカード1枚しか入れられないから、全色土地って少しでも数増ししたいんで、まあ、こんだけデメリット持ってても、まあ、結構使うことあるかな。であとまあ多人数戦だったら、その11トークン出てきても必ずしも俺の脅威になるとは限らないから、これなかなかいいカードで、まあ、再録はありがたいですね。で次のカード、で次のカード、世界のルツボですね。世界のルツボ、えフィフスドーンからだよな。でこれね、オリカなんだよ、ガチのオリカなんだよね。そのプレイヤーからアンをもらってなんかカードを作るみたいなので生まれたカードで、まあ確かにね、効果もね、その、それまでのマジックにないタイプの効果だから、まあ、オリカでありつつも、なんか面白い効果でね、結構当時はときめいたかな。まあ、3マナのアーティファクトで墓地から、あの、土地をプレイできるっていう。まあ、だから土地破壊されたりしても、まあ、墓地からどんどん出せるし、で、そのフェッチランドとかだったら、まあ、単純にそのフェッチ切ってカードを持ってくる以外にも、そのフェッチが墓地に落ちるっていう性質を利用して、また使ったりもできるんで、結構そうやって使えるかな。で、まあ、最も姑息な使い方で言うと、あの、不毛の大地みたいな、その土地をポストに土地割れるっていうカードで、相手のその土地が一生伸びないように縛ったりもできるんで、まあ、そういうのもね、モダンとかであったかな。まあ、その幽霊街とかで割るっていうのは、結構エルドラージトロンとかで昔見た動きだと思う。で、次のカード。で、次のカードはこちら、シハンの占い駒でございます。まあ、シハンの占い駒はね、本当にただただゲームが長引くっていう理由で、モダンで禁止になって、まあ、レガシーでも禁止になったっていうカードで、でやっぱこれもね、逃走して戦で禁止してほしいよね。まあ、1万払ってライブリートップ3枚見て、で好きな順番で戻せんのよ。でその下には置けないから、不要牌があった時に、まあ、ずっとさその3枚の中にそれが残り続けるっていうのがあるから、だから不要牌があった時は困るんだけど、まあ、一応その1万で起動できるから、そのマナもかからずに、まあ、一応そのドローを見ながら有効牌を少しでも上に乗っけていくってことができると。でさらにタップして、まあ、これをライブラリートップに戻すことで、まあ、そのトップのカードが引けるから、あのそれでまあ緊急でこれ欲しいって時はそのコマをトップに戻してまあ引くってこともできるし、でこの起動能力のせいでコマ割れないのよ。コマを割ろうと思ってもこの起動を使われて、まあ、そのライブラリートップに逃げますってことができちゃうんで、コマはね、あの本当1マナの置物でありながらもうなんか対処不能なのよ。まあ、その代わり起こす影響もちっちゃいはちっちゃいけど、これがきつかったなぁ。で、あと、ま、その闇の腹心と一緒に使うとね、その闇の腹心ってさ、2マナ2、1でライブラリートップ毎ターンそのめくって、まあ、その分ダメージ受けながら、ま、カードが引けるっていうカードなんだけど、そのライブラリートップのカードをこの占い碁まで調整しながら、まあ、やっていくとほとんどダメージ受けないで、毎ターン2ドローするっていうね、そういう動きもあったんで、まあ、そこで一番最初に闇の腹心化けたかな。そのラブニカが最初出て、最初闇の腹心はさ、まあ、いくら2マナの生物とはいえさ、ライフ払い切れないじゃんっていうので、うちの店だと300円のカードだったんだけど、ヤコマと一緒に使うと強いよっていうので、一気に2000円ぐらいまで跳ね上がったな。で、次のカード。で、次のカードは、あれ？なんか違うの来たけど、まあ、いいや。次はこれ、ビダルケンの宇宙儀ですね。ビダルケンの宇宙儀もフィフスドーンのレアのカードで、まあ、4マナのアーティファクトで呪文が瞬速持ってるかのように唱えられると。
まあ、まあシンプルだね、まあ、これが置けたらもうソーサリーだろうがクリーチャーだろうが相手のターンに飛んでくるから結構相手動きづらいね。まあ、その代わり4マナっていう結構でかいアクションを自分のターンにこれに当てなきゃいけないから、まあ、そこがなんか弱点っていうかその隙を突かれて殺されるってことありそうなカード、ビダル系の宇宙儀でした。で次のカードで、次のカード永遠の商人でございます。永遠の商人もフィスドーンのアンコモンのカードで、まあ、今現在逃走者でめちゃめちゃ使われてる、まあ、緑の、まあ、優秀アド回収生物ですね。そう、3マナ2、1で出た時に墓地からカード何でも1枚回収できるのよ。で、こいつさ、クリーチャーだからさ、そのブリンクとかして、もう一回それを使ったりとかもできるし、で、なんだろうな、その回収したカードによっては、なんか無限動作に入れたりもできるのよね。だから永遠の商人はね、めちゃめちゃ強いね。うん。なんかこれの亜種みたいなのはいっぱいいるけど、もうどう考えてもこのシンプルにまとまってるこいつが一番強いから、まあ多分これからもね、逃走者で使われるカードなんだろうな。で、もともとはテレンス・ニールセンさんのさ、ちょっとセクシーなイラストだったんだけど、なんか訳あってね、そのイラストが、まあ、もう使えないかどうかわかんないけど、なんか今これに変わっちゃったんだよね。これちょっと残念だね。はい、というわけで2004年からの収録は以上と。で、次2003年のカードいきたいと思います。いくらだ ?680 円です。で、スリーブは。これ、いいカードですよね。何？このカード、僕も好きなんですよ。新しいデッキとか組むんですか？新しいデッキを組むかどうか、それがお前に関係あるのか。いや、ただの世間話ですよ。スリーブは500円です。他に何かありますか？さあ、何かあるかな。何か問題でも。何に？僕の言ったことに発言に問題があるか、それがお前の聞きたいことか。もう店を閉めないと。何時に閉めるんだ？今は閉めます。今じゃない、何時にと聞いてるんだ。普段は暗くなる頃。コイン投げで失った最大のものは。はい。コイン投げ、それで失った最大のものは。さあ、何でしたっけ。当てろ。何をかけて。いいから当てろ。え、でも、何をかけてるんです。お前はもう大事なものをかけてる。気づいてないだけだ。このコインは1989年、33年旅をしてここに来た。だからここにある。いいから裏表借りに。それじゃあ表です。お前が先手だ。で、2004年のカードの紹介が終わったんで、次2003年のカード紹介しようかなって思ったんだけど、2003年、2002年はなくて、次は2001年からの収録ですね。その2001年から来るのは宇宙の旅ではなくドラゴンの門でございます。まあ、ドラゴンの門ね、これ、アポカリプスだっけ？アポカリプスの、まあ、アーティファクトで、5マナのアーティファクトで2マナタップで手札にある多色クリーチャー1体を戦場出せると。強っ！なんか2マナタップで踏み倒せんだ。まあ、その代わり5マナって結構重いけど、そのエルフの笛吹きとかと違って、まあ、出た瞬間から起動使えるから、そうね、まあ、7マナ払える状態だったら、まあ、そこポーンと、まあ、それこそシソドラゴンとかでも出せると。はあ、こんなカードあったんだな。強いか弱いかで言うと分からん。でもなんか逃走者だと需要ありそう。で、次は、2000年からの再録のカードで、まず1枚目はインベージョンからの再録でファイレクシアの釘台でございます。これ結構待望の再録で、まあ、その3マナのアーティファクトでクリーチャーサクルと好きな色1色が出るっていう。まあ、クリーチャー1匹に対してさ、もらえるもん少なすぎだろうって思うかもしれないけど、まあ、これね、かなりその無限コンボで使うのよ。てか今回その再録されてるカードで言うと、まあ、墓所牌、まあ、墓所牌なんかは、まあ、これで無限復活サクリ動作ができるんで、
まあ、5勝敗を1マナで出すで、サクッター黒1マナ出るでまた出すっていうので、そう、あの条件さえ達成してる状態だったらそれでまあぐる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 できるんで、まあ、それに加えてなんだろうな、クリーチャーが死亡するたびにまあ1点ダメージみたいなやつがいたら、まあ、全員にあの無限ダメージなんで、てかそれこそあの俺がさ、あのプレビューもらったその血の芸術家と墓所杯とアルターがあったら、まあ、無限ドレインなんで、その今回のリミテッド結構セット内でね、その無限動作組めそうだから、そことか覚えておいた方がいいかもな。なんかもう圧倒的にもう巻きみたいな状態でもその特定のカードが3枚集まったらその無限ダメージとか無限ゲインいけますみたいなのはねありそうだからね、今回のリミテッドそういう意味でも面白いかな。まあ、ファイレクシアの釘台、これかなりね嬉しい再録ですね。で次のカードで、次のカードはまあプロフェシーからの再録で、聖域ですね。そう、聖域ね結構新枠になってなんかちょいちょい見るけど、これだいぶ昔のカードなんだよね。でだいぶ弱いよね。まあ、ミド X でクリーチャー1匹の上にプライチカウンター X 個乗っけるっていうので、まあでも当時はあれか、いや当時の方が除去強いから全然強くないのか。まあその X イコールさ10とかでもう強化してやったらもう一生あの超でかい生物があの鎮座する感じになるから、まあだからなんかその終盤とかさ除去が枯渇したタイミングとかで放つと強いけど、なんか序盤とかに引いたらさなんか打つにしてもなんか除去食らいそうだし、でかといってあの打たなかったら何にも意味ないしみたいので困りそうな一枚聖域でございました。で次のカードで、次のカードは洗い流しと、洗い流しはインベージョンだよな。まあインベージョンのまあ有名バウンスカードで4マナで色一色選んで選ばれた色のパーマネント全部バウンスと、あれプレーンシフトだったっけかな、これどっちだったっけ、プレーンシフトがインベージョンだと思うんだけど、まあ、洗い流しでございますと。で、あのイラストが、まあ、有名あのカブーが現れてる姿じゃなくて、あの逃走した2013のイラストかな、うん、確かこれ2013のイラストだと思うんで、まあ、その新規イラストにもなってると、まあ、どっちかって言ったらカブーのイラストの方が欲しいけど。で次で、次は1999年からの白金しと、で1998年これもなしと、で次1997年、これはある、あった1枚、1997年からは不屈の自然でございます。まあ、有名カード、あの不屈の自然ことはあのランパントグロースなんですけど、これねテンペストのカードなんだよね。そう、あのマジックの、まあ、緑 の、 そのランプっていうさ土地を伸ばすっていう手段のさカードだから、結構そのアルファとかからあるんじゃないのって思われがちなんですけど、まあ、テンペストからなんですよね。でイラストがね7版のやつなんで、これあの多分7版にしかなかったから、このイラスト欲しいなって思ってる方にとっては結構朗報的な再録なんじゃないかな。なんかそのひまわりに食われてるハゲのおっさんっていうので、なんかもう気持ち悪いけどまああのまあそうだよ、自然というのはハゲのおっさんよりも強いっていうのをねイラストで物語ってるので、まあランパンっぽくていいよね。うん、このイラストはね結構なんかあのオンリーワン感って俺は好きだね。で次で、次1996年、どんどんそのマジックのあの始まりにもあの近づいてきてると。で1996年はなくて、で次1995年、あこれか、小熱の裁きか。これ俺最初に見た時さ、確かね逃走者2013で見て、俺勝手にアラアラのカードだと思ってたわけよ。だってバントカラーだし、なんかあの効果もちょっと強いしってので、なんかアラアラのカードかなと思ったら、なんとこれ衝撃のねアイスイージのカードなんだよね。まあ、ソーサリーで、5点火力を割り振って与えられるんだけど、そう、あの5点相手回復しちゃうのよ。だから3は本体5点火力はできないんだけど、そうクリーチャーとかプレインズウォーカー焼く上では5点割り振りってかなり強いから、本体5点はいかないけど、まあそうだね、まあ、そうやって一応あの戦場をいい感じで焼けるカード、消滅の裁きでございます。まあレアだから当たってほしくはないけど、まあリミテだったらいぶし銀な活躍を見せそう。で次で、次1994年何があるの、ない。というわけで、次1993年マジック始まりの年、今日最後のカードでございます。今日最後のカードは稲妻でございます。稲妻何回再録すんだよ本当に。もう稲妻、もう地球、もう本当にマジック最多再録ぐらいいってんじゃないかな。まあ、マジック・ザ・ギャザリングの、まあ、おそらくね赤最強のカードですね。まあ、1マナ3点好きなところに与えられるっていうので、まあ、マジックってライフ20だから本体に与えても、まあ、かなりの打点だし、でクリーチャーもそのタグあの4以上ってだいぶ少ないから、まあ、そのクリーチャー除去する上でもたった1マナで行えるんで、もうマジで強いカードですね。もう弱いところ教えてくれよっていうか、そのもうそれこそさレアリティ関係なかったら、まあ、ブラックロータスとかと並んでもおかしくないぐらい強い1枚ではございます。ただねもうありすぎるよね。うん、でも稲妻はねやっぱりね、そのまあオーバーパワーっていうか、まあ、強すぎカードではあるから、まあ、使えるフォーマットはだいぶ限られてくるけど、まあ、モダンで使えるのはねやっぱいいかな。でこれをね使ったらね、もう本当に虜になると思う。
トリコって別にそのジェスカイカラーになるわけじゃないんだけど、そのこれを使ってね、この1マナ3点火力っていうのがもういかに使い勝手がいいかっていうのをね、もう知ってしまったら、もう君はね、そのモダン以下のもうフォーマットから離れることはできないと思うから、ちょっとこのカード気になるなっていう方はね、ぜひちょっとまあモダンやってみてほしいですね。本当にね、稲妻はね、マジでトリコになる1枚だから、マジでそのジェスカになってる意味じゃないけど、トリコになる1枚だから使ってほしいね。はい、というわけでね、以上がまあ今日の、ダブルマスターズ2022の収録カードの紹介でした。いかがだったでしょうか。めちゃめちゃ長いね。で、それに加えて、まだまだね、俺がこれを語ってる間にも新しいカードがもうどん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 ね、退去して押し寄せてきてるので、今回ね、やっぱ一枚一枚のね、カードを語れる情報がね、多すぎるから、もう撮影と編集のね、時間がね、もう全然取れないわけなんだよね。まあ、ただね、まあ、一応毎度やってることなんで、まあ、全部のカードね、まあ、語りきりたいと思ってるので、よかったらチャンネル登録して、まあ、残りの動画もね、チェックよろしくお願いします。そして、まあ、7月8日に、まあ、このセット発売なんですけど、まあ、その翌日7月9日に、まあ、外苑前ノートプレイスでボックス開封パーティーをね、予定しております。まあ、このボックス開封パーティーは何するイベントなのって思う人いるかもしれないですけど、まあ、みんなで集まって、その新商品のね、ボックスを開封するっていう、まあ、単純なイベントなんですが、まあ、ビンゴあり、なんだろう、笑いあり感動ありで、時々あの女の子ありっていうので、まあ、そのゲスト呼んだりとかでね。で、まあ、今のところね、ボックス開封パーティーは一応その参加者の方からまあご好評いただいてまして、まあ、前回のバルダーズゲートのボックス開封でさえも、まあ、皆さん面白い面白い言ってくれたんで、だ今回のダブルマスターズ2022ではね、そさらなるね、まあ、感動と興奮がね、君を待ってると思うので、ちょっと覗いてみたいなっていう方はぜひ概要欄の応募フォームから応募をよろしくお願いします。それでは皆さん、また次のカード語りでお会いしましょう。さよなら。